田中康大は、日本の競泳選手、ロンドンパラリンピックで、金メダルを獲得した。日本初の知的障害者選手の金メダリストである、千葉市美浜区在住。千葉市立新宿中学校出身。社会福祉法人アヒルの会、障害者福祉サービス事業アカネーに所属。2012年10月千葉市民営誉賞を受賞。 小学1年時にプールで楽しそうに潜っている姿を家族が見て自閉症の田中に好きなことがあると気づけたことが嬉しくて水泳を通して人生を楽しみルールやマナーを身につけることができればと期待して始めさせたのだという。しかし健常者なら1ヶ月ほどでクリアする課題を1年かけてやっと習得するようなスローペースぶりで水泳選手になるとは思ってもいなかったとも言う。 1998年長野で開催された冬季パラリンピックに初めて知的障害者の競技がクロスカントリースキー種目のみに採用され、これを機にパラリンピックにおける知的障害者クラスの競技種目拡大が期待された。しかし2000年にシドニーで開催された夏季パラリンピックに知的障害者クラスのバスケットボール種目にスペインなどで複数の健常者が出場して、 金メダルをさらう不正行為が発覚し、これ以降国際知的障害者スポーツ連盟の選手はパラリンピックのすべての正式競技から排除された。その後復帰するための活動が続けられて2012年にイギリスのロンドンで開催されたパラリンピックには12年ぶりに知的障害者の選手が陸上と水泳及び卓球に出場を認められた。日本からも代表選手が派遣され、 当時22歳の田中も水泳の日本代表3名のうちに選ばれた。そして水泳100メートル平泳ぎ SB14 カテゴリーでの世界記録を更新して決勝レースに進出。さらに1分6秒69の世界新記録を樹立した上で金メダルを獲得して日本初の知的障害者のパラリンピック金メダリストとなった。長野冬季パラリンピック大会において 日本代表選手初の知的障害者パラリンピック銀メダリストの安彦、悟が過去の最高位であったが金メダリストは田中が最初の人であった。国内最高の障害者のスポーツステージと位置づけられているジャパンパラ競技大会2014年では選手先生を務めた。同年秋にはインチョン2014年。 アジアパラ競技大会日本代表にも派遣されて100メートル平泳ぎで金メダルに輝き200メートル個人メドレーでも銅メダルを獲得した100メートル平泳ぎ50メートル平泳ぎ25メートル平泳ぎ50メートル自由型25メートル自由型200メートル個人メドレー第16回日本知的障害者水泳選手権大会新目別競技結果日本知的障害者 水泳連盟、ありがとうございます。